でも注意点を無視するとえらい目に遭いますので、美の専門家葵です。皆さんこんにちは。今日はあの大人気のレチノール A1% を使ったスキンケア法を皆さんにお届けしていきたいと思います。そしてレチノール A1% くんはとっても暴れん坊くんなので、ちょっとしたねこう副作用をポンポンポンと出してくるんですよね。なので注意はすごい必要です。でもその注意をしっかり押さえておけば、すごい魅力的な効果を私たちのお肌に届けてくれます。ハリとかね、ツヤとかね、毛穴とかね、シワとかシミとかね、本当にねいろんなね効果をね私たちに届けてくれるので、でも注意点を無視するとえらい目に遭いますので、しっかり今日の動画最後までご覧になっていただけると嬉しいです。では早速スタート。はい、では早速今日レチノールを使ったスキンケア法をこれからやっていきたいと思います。思いますが、今日使っていくレチノールはすごく暴れん坊さんで、副作用が結構出るレチノールです。なんですけれども、すっごく大人気のレチノールなんですね。で、それは何ですかっていうと、こちらになります。レチノール A1% これなんですけども、これすごい大人気で、これはなんでそんなに大人気なんですかっていうと、レチノールの配合率が 1% も入っている、結構濃度が高いものなんですね。で、日本ではこれ買えないです。日本では現時点で 0.04% までしか配合できないと思います。なので 1% って言ったら結構濃度が高いんですよね。で、このレチノール自体なんですかっていうと、これはビタミン A です。で、このビタミン A、 私たちのこの肌の上に塗布するといろんな私たちの悩みを改善してくれる救世主のような美容クリームなんですね。だからすっごい大人気なんです。で、かつ 1% も配合されているので、すごくこう効果が早く出やすいんですよね。ところがこれ本当に暴れん坊くんで、副作用が出ます。で、どんな副作用が出るんですかっていうと、肌荒れを結構激しく起こしたりします。どんな肌荒れかっていうと、人によっては皮むけがボロボロしたりとか、赤みがすっごい出てしまったりとか、シミが逆に濃くなっていったりとか、すごい乾燥肌になっていったりとか、まあ、いろんな副作用を起こしてしまうんですね。やっぱりこう配合率が高い分、やっぱリスクがあると思ってください。なので今日はそんなリスクをあまりこう引き起こさないように、このレチノール 1% くんに暴れてもらわないようにして、効果だけをうまく出してもらえるような、そんなスキンケア法をお届けしていきたいと思います。ですから今から実際にやっていくスキンケアというのは、ポイントがところどころ出てきます。で、このポイントを抑えながらスキンケアをやっていくことで、このレチノール 1% くんが暴れん坊にならないようにコツコツと使えるようなスキンケア法になっていますので、では早速実際にこれからやっていきます。まずやっていただきたいのは化粧水です。で、化粧水もどんな化粧水を選べばいいかっていうと、なるべく高保湿タイプのものを選んでください。で、なぜかっていうと、レチノール A のこの副作用の一つに乾燥を引き起こしやすいっていうのがあります。なので、それに対応するために、化粧水の段階から高保湿タイプの化粧水を入れ込んでいきたいからということになります。無印良品の高保湿タイプエイジングケア化粧水で、これもたっぷり入れ込んでくださいね。だいたい手のひらにとって顔全体になじませたら、3回ぐらいそれを繰り返して、つまり3回手のひらにとって化粧水をお肌に塗布していってください。はい、たっぷり化粧水をお肌に入れ込みました。で、ここでポイントがあります。レチノール入れるときは、この化粧水たっぷり入れると次の美容液の浸透率が良くなるんですよね。なので結構こうたっぷりめに入れてください。はい、そして私なんかさっきからやりにくいなと思ってたんだけど、髪留めるの忘れてました。ダメですね。
で、ちゃんとスキンケアするときは髪をしっかり留めて、おでこに化粧水の塗りムラがないように、デコピローになるようにおでこ全開にしといてくださいね。はい、ではこの状態でいよいよレチノール A に入っていきますが、ここでポイントがあります。レチノールの副作用として乾燥しやすいとか皮むけしやすいっていうのがあります。なのでそれをちょっと緩く抑えるために、この次にすぐにレチノールに入るのではなくて、ワンクッション置きたいと思います。で、ワンクッションの置き方としては美容液を入れ込みます。で、どんな美容液がいいですかって言って、保湿効果の高い美容液を入れ込みます。メルビータのエイジコンセントレートピュアオイルセラムオイル美容液になります。これは保湿効果の高い美容液になります。ここでポイントとしては、このメルビータの美容液もすっごくいいんですけども、ご自宅にある何かこう保湿力の優れている美容液を使っていただければ大丈夫です。はい、では早速ね、使っていきますね。これは美容液なんですけど、テクスチャーとしては美容液オイルみたいなテクスチャーです。ちょっとたっぷりめ、はい、顔全体にね、塗布していきますね。目の周りもしっかりつけて顔全体になじませていきます。はい、でこれでね、ちょっとこう乾燥とか皮むけとかの副作用から和らげていきます。はい、ではこの後にいよいよ暴れん坊くんのレチノール A1% を入れ込んでいきます。なんですけど、その前にここでポイントがあります。こちらのレチノール A1% の場合は、顔の皮膚が完全に乾いた状態で入れ込んでくださいという使用法になっています。ですので、こう今ねつけた美容液ありますよね、これが顔の上でしっかり肌に馴染んだところでレチノール A に入っていきます。なのでちょっと時間を置きたいと思います。大体ね、5分くらいは置いてください。はい、では私もここから5分くらい時間を置いてみたいと思います。はい、その後5分経過しました。はい、しっかりね入って、もう肌に馴染んでいるので、ここからいよいよ暴れん坊くんのレチノール A1% を入れ込んでいきたいと思います。で、またここでポイントがあります。このレチノール A1% くん、暴れん坊くんなんですけども、その割にはかなりデリケートです。すぐね酸化しちゃうんですよね。なので、まあ、保存方法としては冷蔵庫で保存してくださいね。私もね、ついつい、まあ、めんどくさいからポイとか置いといたらあっという間に酸化してしまいましたので、でこう酸化するとどうなっちゃうかっていうと、効果が 100% 出なくなると言われていて、80% に落ちていったり、70%、60% とかこう効果が、ね、落ちていってしまうんですね。もったいないですよね。なのでしっかり冷蔵保存をするように心がけましょう。これ私に言っています。あとですね、手の指で直接触れてクッと取ってしまうと、そこから酸化が始まっちゃいますよね。なので私としてはスパチュラで取っていただくことをお勧めしたいと思います。じゃあ付属でスパチュラ入ってるんですかって言ったら、付属品で入っていません。そんな丁寧ではありません。ちなみにこちらは日本では買えないです。Amazon とか iHerb とかでオンライン上で購入してください。はい、なのでこのね、副作用を結構出して暴れん坊くんの割には、とってもデリケートなレチノール A1% くんをスパチュラで取っていきたいと思います。こんな感じのね、棒状のちょっとスパチュラがあるといいんですけど、もしなかったら、例えばコンビニとかでよく無料でもらう、プリンとかヨーグルトとか食べるときについてくるプラスチックのスプーンってあるじゃないですか。ああいうのを使ってちょっとこうすくっていただければいいと思います。はい、じゃあ早速ねすくっていきますね。で、すくう量は基本ほんのちょっとです。米粒大一粒ぐらいで十分なんですね。はい、でこれをちょっと取ったら手の甲に取って、このくらいです。で、慣れてきたら量を少しずつ増やしても大丈夫です。で、実は私米粒大2粒分ぐらい大丈夫なので、このくらい塗っていきたいと思います。で、ちょっとこう気になるところを中心に最初置いていきましょう。
で私はやっぱりおでこの小じわと頬の小じわ、まあ、つまり顔全体の小じわが気になるのと、あと鼻の上のちょっとこうザラザラしてるのが気になるので、この辺に塗っていきたいと思います。はい、そして塗り方くる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 って優しく塗っていってください。でこのレチノール A に関してはこのまぶたの上とか目の周りですね、この皮膚の薄いところは塗らないようにしてください。そこは避けて塗っていきましょう。はい、でこの次なんですけども、レチノール A の副作用、乾燥しやすいというね、この副作用を和らげるためにこの上に乳液や乳液クリームなどを塗っていきます。はい、無印良品のエイジングケア乳液、こちらを今日塗っていきたいと思います。ご自宅にある乳液で大丈夫です。でね、ちょっとこれはたっぷりめに塗ってください。でこれもやっぱり優しくくる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 っと塗っていきます。最後手のひらで優しく押さえて仕上げていきます。はい、ということでレチノール A 1% スキンケアが無事に終わりましたと言いたいんですけれども、ここでもう一つポイントがあります。でこのレチノール1% に関しては日焼けを絶対避けた方がいいんですね。肌がこう活性化していくので、こうメラノサイトも結構活性化してしまって肌が黒くなりやすいのと、あと逆に今あるシミが薄くなるどころか逆にこう活性化して黒くなっていってしまうので、朝のお手入れでこのレチノール A を入れ込むのは私からはおすすめしません。夜のお手入れとして取り入れてみてください。でその時になんですけども、こうね何回かやってみて乳液で仕上げていって、それでもやっぱりちょっと乾燥がするとかちょっと皮むけしちゃったっていう場合は、乳液ではなくてさらに保湿効果の高いワセリンで最後仕上げてみてください。はい、ワセリン HG チューブタイプ化粧用っていうのがあります。でどうしても今のルーティンでやっても乾燥がすごい気になるっていう場合は、最後ワセリンを手の甲に取ってそして塗布して仕上げてみてください。ワセリン結構ね保湿効果がすごい高いので、こちらで仕上げていきます。ここでまた最後の注意点があります。で使用頻度はこのレチノール A 1% の場合は2週間に1回ぐらいでちょっとスタートしてみて、全然平気そうだったら1週間に1回に変えてみてください。でね、だんだんね肌が慣れていって でまだまだいけると思ったら5日に1回ぐらいに変えていってみてください。でもね1週間に1回ぐらいでいいかなとは思います。あとはとにかく UV 対策をしっかりやってください。レチノール A は肌のバリア機能を弱めてしまうという特徴があるんですね。なのでこう夜レチノール A を塗ったら本当に次の日から UV 対策をしっかり意識して完璧な状態で外に出かけていってくださいね。はい、お疲れ様でございました。保存は冷蔵庫でしてくださいね。すぐ酸化しちゃいます。はい、ということで今日も最後までご視聴いただきましてありがとうございました。参考になったよという方はグッドボタンと、あとチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。はい、ではまた次回の動画でお会いしましょう。さようなら、またねー。